はい、こんばんは。今日は第1回の中3学力診断テストの、中3の生徒に質問された問題あります。いきますよ。じゃあもう読みますね、問題。でっかこれ、数学のでっか2番です。下の図のように y イコール x 分の a。だからこう反比例ですね。で、a が負だから こっち側ですね。a が正ならこっち側ですよね。a が正なら。で、グラフ上に3点 abc があると。見えますかね ?a, b, c。あ、見えないか。ですか。こうで、A、B、C ですね。で、問題の条件が、3点 ABC があって、A はマイナス2、4。で、まあ、じゃあこれがマイナス2、4ですね。で、点 B の X 座標は1。点 B の X 座標は1だから、Y 座標まだ分かってないです。で、また、X 軸上に D が、点 D、こうですね。点 D があり、D の X 座標は C の X 座標と等しい。じゃあ C と D の X 座標等しいので、これ Y 軸にこう平行ってことですね。こうね。これ平行です。で、いきます。で、問1。A の値を求め、小文字の A の値を求めなさい。2番。四角形 OCDB、OCDB の面積が28の時の C の X 座標を求めなさい。ただし X 座標は負ですよ。つまり OCDB って言ったら、ちょっと拡大しようか。書きますね。OCDB だから、こうか。こうか。こうですね。この面積だ。この面積は、28の時の C の、C でも D でもいいですけど、C の X 座標を求めなさいと。いいですか。この斜線の部分の、四角形、ヘンテコリンの四角形ですね。これが面積28だったら C の X 座標は何ぼですか。じゃあ行きますね。問1から。じゃあ問1は、一つ、A がマイナス2、4って出てますので、じゃあ、ちょっとここに書きますね。ここに。マイナス2、4って出てますので、ペンでいこうか。マイナス2、4を通るので、1点ですね。おかしいな。じゃあこれを、y イコール x 分の a に x イコールマイナス 2y イコール4を代入すればいいですね。代入してと。ただそしたらもう a が出ます。もっと言うと反比例はもう x かけ y だからこれでもうマイナス8ですね。だから一応代入すると4イコールマイナス2分の a っていうことは a はマイナス8と。いうふうにですね、これは回答です。A がマイナス1と。よろしいでしょうか。で、次。これだけやって2番はやらずに逃げてもよかったと思うんですけども、うちの塾の中3は2番は大体定規扱いか、大体測ると、答えなんですよ。これ6、マイナス6やったっけ。大体6ぐらい、長さ的に 6ぐらいだからマイナス6って書いて正解だったとか言ってましたけども、あれ回答何倍だったっけ。回答は持ってるんですよ。回答がマイナス6か。じゃあいきますよ。2番、これどうやるかと。これね、解説見ても多分分かんなかったと思うんですけども、ちょっと説明しますね。じゃあ2番はこれですね。四角形 OCDB。じゃあこれ、わざと、いきますよ。ここの O と D を結んで、これを底辺にしましょう。これを底辺と考えて、ここに上に三角形が1個できますよね。で、同じようにまた OD を底辺として、じゃあわざとちょっと間開けて、で、こう、またこう三角形できますね。ですね。そしたら、上の三角形と下の三角形の和が28ですって言ってもいいですよね、当然。ですね。じゃあ、OD の長さが分かんないから、OD の長さを T としましょうよ。T。この長さを T ですね。この長さを T。ちょっと赤で書くと見るかな。赤で書いたのが。これ長さ T ですね。長さ。T と置くと。じゃあ、長さが T ってことは、こっち側に行くとマイナス T ってことですね。例えば、長さが3だったら、こう、X 座標マイナス3ですもんね。だから、点 D と点 C を、X 座標をマイナス T と置きましょうよ。で、点 C もマイナス T と置きましょう。X 座標ですね。で、ちょっと1個足りないのが、これ、そうか。こっちから先行こうか。
ちか先でちょっとこっちのマイズヘッドしましょうか。先にこれ出した方が良かったですね。今 A がマイナス8って出たんだから、よってこの関数はこの関数な、この曲線の関数は y イコールマイナス x 分の8ってことですね。じゃあこれに x イコール1を入れれば x イコール1っていう、こう入れちゃえばこうな、y 座標マイナス8ですよね。ここマイナス8、マイナス8ですね。こっちを先にやった方がよかった。で今度こっちを長さ t と置いたときに、ここ x 座標はマイナス t と。じゃあこの曲線自体が y イコールマイナス x 分の8なんだから、これがですね、 y イコールマイナス x 分の8なんだから、x 座標 x のところにマイナス t を入れてください。 x イコールマイナス t と。そしたらマイナス t だったら、ここ何歩か分かります？ x がマイナス t だったら、 x がマイナス t だったら何歩ですか？ y は t を使って表す。そしたら t 分の8ってなりますよね。 t 分の8。じゃあこう y 座標は t 分の8です。わかります？t 分の8、あ、見えるかな。わかりますよ。この点 c ですよ。点 c の x 座標をマイナス t だから、長さをこれを長さ t と置いたら、ま、x 座標マイナス t だから、これをこの中代入したら y の値は t 分の8ってことですね。で、ちなみに点 d はマイナス t0 でしょ。そしたらほぼ出ましたね。そしたらこのへんてこりな四角形を、ここを底辺と見抜いて、底辺かけ高さ割る2、底辺かけ高さ割る2と、それの合計が28になればいいです。そしたら分かりやすいのは、下の方は具体的に言うと、これ1マイナス8を通ってるんだから、この高さに当たるやつが長さ8ってことですよね。8ということは、下の方のこの三角形ですよ。下の方のこの三角形は2分の1かける、これまあ長さ t ですね。 x 座標マイナス t だけど、長さは t と、 t かける、これ長さ8ですよ。ということは 4t。 じゃあこの下の方の三角形は面積 4t ですね。で今度上の方の面積は2分の1かける、これ長さ t ですよ、 t かける t 分の8と。ということは、こっちにですね、これ上の方の三角形の面積は2分の1かける、底辺 t、 高さ t 分の8。ということでこれ何分になります？ 4になりますね。4に。いいですか？そしたら、下の面積は 4t、 上の面積は4。ということは式としては、今こういう三角形とこういう三角こういう三角形の合計が28って言うんだから、上の方が調べてみたら面積4、下の方は面積 4t と。じゃあ式としては 4+4t イコール28と。ということで、じゃあ 4t イコール 24t イコール6とですね。じゃあ t が6ってことは、これ長さが6なんだから、求めたいのは x 座標なんで、回答は、この中 t が6って入れてマイナス6っていうふうにしてください。回答マイナス6です。だから答えマイナス6とっていうふうにですね、これは回答となります。よろしいでしょうか。何回も見直してくださいね。だからもう一回言うと、上の方の面積が4、下の方の面積が 4t となります。まあ、ポイントはこれを底辺と置いたと、あとこの x 座標を t、 こっちも t と置くと。そしたらマイナス t と置けるから、 y 座標y 座標ごめんなさい、 y 座標がどうなるかとで調べてくれれば方程式で出ます。じゃあ以上です。